週を重ねるごとに面白さが増し続けている NHK 連続テレビ小説、ら漫』主人公万太郎を演じるし木龍之介とと共に、視聴者を魅了しているのが末子役の浜辺みなみだ。溢れんばかりの笑顔と強い意志を持ったキャラクターとして、ら漫を牽引している。初の朝ドラ出演となった本作で、浜辺はどんな役作りを行っているのか。 大人の恋愛も入れられたらいいな、末子浜辺、南は、万太郎四ぼく龍之ゅののどこに惹かれたのだと思いますか浜辺南、以下、浜辺、末子は、万太郎さんと比べて、狭い世界で過ごしてきたと思っています。学校に行っていないので、お友達もいなくて、お母さん、松、牧瀬里穂、飛ぶんた、池内万作、さんとえ、宮沢エマ、おばさんと、白梅堂、 農客さんという小さな世界の中で生きてきた末子にとって、いろんなところへ植物採集に行ったり、東京大学に通う万太郎さんは、自分の見たことのない世界、まるで日本から海外を見るような、そんなギャップがあったんじゃないかと思います。あの人が見る世界の広さを見てみたいと思った部分が大きいと思いますし、万太郎さんの夢を聞いて、それを叶える姿、 突き進んでいく姿を見続けたいと思ったのではないかなと。スエコは万太郎さんと話している時だけは本当に楽しくてワクワクして家族には見せない顔を見せてしまう。万太郎さんと初めて出会ったのはスエコが17歳の設定なのですが少女らしい恋愛からだんだんと関係が深まる中で将来を見据えていく大人の恋愛も入れられたらいいなと思っています。 撮影が進んでいくにつれて浜辺さんの中で末子として変化していったものもありますか浜辺、あります。特に17歳の時は監督からも最初にやった時よりももっと若くもっとキャピキャピした高校生くらいの感覚で時代劇とかそういうことは全く考えないでと言われていたので少女性みたいなものを重視していました。自分で見ていてもこの時は ふわふわしている感じがあるというか、今は万太郎さんとの結婚からその後の展開がある中で万太郎さんはすぐに植物採集に行ってしまったりするので末子は家庭を支えなくてはいけない少女のままではいられないなという強さが出始める頃なんじゃないかと思います。 ランマンで描かれている明治時代は社会の中での女性の立場や男性との関係性など現代とは価値観の異なる部分が多くあります。浜辺、女性と男性の距離感については現代と違う部分があるのを感じています。スエコが持っていた軽焼きを万太郎さんがパクッと食べるところが、スエコとしては異性と最も近づいた体験でした。肩が触れ合うというような 今では何気ない距離感でも心が動かされることが当時ではあるんだろうなと思っています。高藤、井レイカナさんの距離の詰め方はまた独特で、すぐに触れようとする海外の距離の近さがあって、慣れるまで居心地が悪かったのかなと思っています。私でさえ社交ダンスの距離感は苦手で、初対面の人とすぐ組むのには近すぎるので、 現代に通ずるようなドギマギする感じはあるんだろうなと、女性と男性の距離感や立場が現代とは違う部分があると感じています。以前イレイカナタさんがインタビューの中で浜辺さんはダンスが苦手という意識があったみたいと話していたのですが実際にダンスは苦手なんですか浜辺、ダンスは全く得意ではなくて、鏡張りの部屋で、 スタッフさんたちが見ているっていう環境がまずダメなんです。表情筋が動かないし、どうしようってずっとうつむいている感じだったと思います。イレイさんの明るさ、前向きな姿勢に助けられました。全くできないところから少しずつステップが身体になじみんできて、相手との距離感に慣れてきたぐらいから、楽しく踊ることができて、特に本番は楽しく踊れました。 ダンスの練習が嫌いなだけで、ダンスは好きなんです。だから、本番というものの力を借りて、役としても楽しく踊ることができて、いい思い出になりました。イレイさんとのダンスシーンを振り返っていかがですか浜辺、劇中では、高藤さんとの決別のダンスのように描かれていると思うのですが、私たち的にはイレイさんとの最終日でもあったんです。 二人の間でダンスの答えが見つからないまま本番の日を迎えまして、最終的には本番中にその意思疎通の仕方の答えが見つかり、イレイさん本人も非常にオープンな方なので、二人で抱き合うような、清々しいラストの日になりました。浜辺美波が考える末子が万太郎に心をつかまれたシーン、オンエアを見られていて、浜辺さんのお気に入りのシーンはありますか浜辺。 万太郎さんとスエコが演奏会を抜け出すシーンです。ステンドグラスから漏れる光が綺麗なのと、普段ニコニコしている万太郎さんのまっすぐな表情が印象的で、スエコはあそこでがっちりと心がつかまれたんじゃないかと思っています。しぼくさんとは何か打ち合わせなどはされていたんですか浜辺、寸前まで他の話をして笑っていた気がします。ショー 雰囲気作りをするという感じはあまりなくて、カメラが回り始めるとドラマの世界になっちゃうので、しぼくさんにはぐるんぐるん振り回されて楽しいです。モデルとなっている牧野樹栄さんにはどのような印象を抱かれていますか浜辺、実際の樹栄さんは、笑顔がいっぱいの牧野富太郎さんと比べて、カメラ目線の写真が少なかったり、厳しく移転を見つめていたりで、 天真爛漫とは違ったまっすぐに生きる意志のしっかりした女性だったと思うんです。それがかっこよくて役の末子としても真の部分では共通する女性を演じていきたいですし、ジュエさんなりに富太郎さんを支えていったというその力強さを組み取っていけたらいいなと思います。最後に浜辺さんが思う今後の見どころを教えてください。浜辺。 第12週からコーチへ万太郎さんと里帰りしていますが、万太郎さんが波乱万丈な人なので、すべてうまくいくとはならず、また一波乱あって、それを二人で乗り越えていく姿が見どころなのではないかと思います。末子としては、万太郎さんと一緒に困難を乗り越えていくことによって、また女性として、一人の人間として変化し続けていく。 17歳の頃とは違った物事の捉え方をしていくんだろうなと思っています。しぼくさんとのこすり合わせもあると思いますが、そこは楽しみです。同じようにしていくのは違いますし、女性ならではのお母さんになるとか声が低くなるとか、そういう風に末子としても成長していけたらいいなと思っています。